戦後70年にあたっての安倍談話はですね、侵略、植民支配、反省、お詫びなどの言葉がですね、こう散りばめられているんですけれども、日本が国策を誤り、植民地支配と侵略を行ったという村山談話が表明している歴史認識は全く述べられていません。それから反省とお詫びについてもですね、過去の歴代政権が表明してきたという事実に言及しただけで、自らの言葉として反省とお詫びを一切述べていない。ですから大変欺瞞的な内容だと思います。でこの談話はですね、戦後50年にあたって、村山談話の形で示された、過去の歴史に対する日本政府の基本的な認識と立場をですね、事実上投げ捨てるに等しいものであって、私はこれは内外の厳しい批判を免れないと思います。それからやはりこういう談話が出てきた根底にはですね、安倍政権が過去の日本の戦争は正しい戦争だったと、これを肯定美化する、極端な勢力、極右勢力によって構成され支えられているという根本の問題があるということをしていきたいと思います。ですからこの日独伊の三国が行った戦争は侵略戦争だったと、これは第二次世界大戦後の国際秩序の前提をなす大問題であって、これを否定する者は国際政治に参加する資格はないということを強く言っておきたいと思います。改めてですね、はい、今回その70年も発表されましたが、安全保障関連法案もですね、今後、審議になっていきますけど、はい、共産党としてどういった立場で、私たちは、今回の安保法案が国会に提起される最初の段階で、私の党首討論の場で、過去の日本の戦争を間違った戦争を認めるかというところから論戦をスタートしました。でこの時の論戦に際しても、安倍総理は間違った戦争だということを固くなに認めようとしませんでした。で今度の談話にもその立場ははっきり表れているんですね。で過去の日本の戦争を間違った戦争と認めることができない、そういう政権がですね、憲法の解釈を変えて、そして戦争立法を行って海外で戦争する国づくりに乗り出すというのは本当に危険なことだということは、いよいよですね、今回の談話を通じても明瞭になったと思います。ですからそういう問題として、まさに過去への無反省と海外での戦争をする国づくり、表裏一体の問題としてですね、追及していきたいと思っています。各社さんいかがでしょう。よろしいでしょうか。はい。